おせ崎の海です。綺麗ですよね。ダイビング盛んな理由がわかりますよね。ここはね、海が綺麗、富士山、素晴らしいところですよ。今ですね、伏せ崎、岬の先の方に座っています。伏せ神社入ってきます。ここはね、あの神池とかあるんで、ぜひ海水浴だけじゃなくてこちらにも足を運んでほしいですね。100円納めて中に入ります。伊豆七不思議の一つ、尾瀬の神池。まあ、神池すぐです、確かちょっと歩くと現れます。何が神なのかっていうのは、ここあの岬なんで周り海で海水じゃないですか。ところがこの神池は真水のようです。だから鯉とかいます。なかなかね、普通はちょっとまあ海水だったりするんですけどね、海の近くのまあ出てくるまあ水も海水が入ってたりするんでね、海水が入ってるって海水なのかな。ここはですね、真水です。はい、神池。鯉がいっぱいいますよ。神池。ちゃんとね、鯉の餌ってるんですよ。で、この神池から灯台の方に向かいます。まあすぐです。すぐですと言ったけど、そこまですぐじゃなかったな。こっち駿河湾、おお、富士山見えます。
灯台が現れましたね。はい、こちらから海の方へ行くと富士山が現れるという寸法でございます。いやすごいですよ、この眺め。いやー素晴らしいですね。まあ風が強いんで波もありますね。灯台で、まあ神の山を見た後は御神木に向かおうかと。